6月20日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。門列1レース。予想上位はファザートゥーさん。目標タイムは1分 53.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列2レース。予想上位はミランミラン。目標タイムは1分 15.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列3レース。予想上位はウィルアルター。目標タイムは1分 17.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列4レース。予想上位はスーパーフルール。目標タイムは1分 17.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列5レース。予想上位は外の空荒れ。目標タイムは1分 45.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列6レース。予想上位は友のシルバー。目標タイムは1分 2.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列7レース。予想上位はアイゼンバンド。目標タイムは1分 14.5 秒です。硬いレースになりそうです。門列8レース。予想上位はルージュレクラン。目標タイムは1分 2.0 秒です。硬いレースになりそうです。門列9レース。予想上位はペッティーノ。目標タイムは1分 51.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列10レース。予想上位はセイウンガオリー。目標タイムは1分 2.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。門列11レース。予想上位はテアフルング。目標タイムは1分 13.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。門列12レース。予想上位はベルピット。目標タイムは2分 6.9 秒です。荒れにくいレースになりそうです。浦和1レース。予想上位はメモリアルクイーン。目標タイムは0分 49.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。浦和2レース。予想上位はマザーフェイバー。目標タイムは0分 49.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。浦和3レース。予想上位はサプライズ11。目標タイムは1分 32.9 秒です。荒れにくいレースになりそうです。浦和4レース。予想上位はスーパーキング。目標タイムは1分 32.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。浦和5レース。予想上位は北三エポナ。目標タイムは1分 38.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。浦和6レース。予想上位はスマイルスライブ。目標タイムは1分 38.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。浦和7レース。予想上位はレジェス。目標タイムは1分 30.7 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和8レース。予想上位は雪祭り。目標タイムは1分 31.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。浦和9レース。予想上位はブレイブジャンヌ。目標タイムは0分 48.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和10レース。予想上位はティーン。目標タイムは1分 30.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和11レース。予想上位はシーサーペント。目標タイムは1分 19.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和12レース。予想上位はモナークスラッガー。目標タイムは2分 13.4 秒です。
そこそこ荒れるレースになりそうです。笠松1レース、予想上位は日本ピロドーバー。目標タイムは0分50.0秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松2レース、予想上位はヒロイックロイ。目標タイムは0分53.2秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松3レース、予想上位はグラス。目標タイムは1分29.9秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松4レース、予想上位は前段絆。目標タイムは1分29.1秒です。硬いレースになりそうです。笠松5レース、予想上位はミノコクシタルク。目標タイムは1分29.1秒です。荒れる確率の方がやや高いです。笠松6レース、予想上位はアースジェイソンテ。目標タイムは1分29.8秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松7レース、予想上位はエクローサ。目標タイムは1分44.2秒です。硬いレースになりそうです。笠松8レース、予想上位はデルレイビーチ。目標タイムは1分30.9秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松9レース、予想上位は鬼ゆり。目標タイムは1分20.2秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松10レース、予想上位はスティールアクター。目標タイムは0分54.0秒です。荒れる確率の方がやや高いです。笠松11レース、予想上位はレンダリング。目標タイムは1分29.1秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田1レース、予想上位はフューチャーアイ。目標タイムは1分34.2秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田2レース、予想上位はコルタード。目標タイムは1分33.1秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田3レース。予想上位は名称よされ。目標タイムは1分21.8秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田4レース。予想上位はリーデレ。目標タイムは1分32.9秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。園田5レース。予想上位はエロイム・エッサイム。目標タイムは1分34.5秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田6レース。予想上位はイマジン・レノン。目標タイムは1分32.2秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田7レース。予想上位はメイプルケンジ。目標タイムは1分32.5秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田8レース。予想上位はコスモモアナ。目標タイムは1分31.4秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田9レース。予想上位はタンバッフェ。目標タイムは1分32.0秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田10レース。予想上位はモズダシスター。目標タイムは1分30.1秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田11レース。予想上位はヒネツル一文字。目標タイムは1分29.5秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田12レース。予想上位はエイシンテムジン。目標タイムは1分30.5秒です。荒れる確率の方がやや高いです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。ブリースタイム。フークタオユエン。山のファルコン。リコーファルコン。
リコー・アジャイル、勝野ダイヤ、コマイチゴー、フィール・ザ・クラウン、グレース・ショコラ、モナ・ビジュ、ネーベ、マッタ・ホルン、フライ・オール・デイズ、ハニー・ディライト、ラスター・カノン、サン・アップル・トーン、ホッコー・ライデン、ティノゼン、ハルノ・トゥーリ、ファンファン・ニシノ・オスマン、ゴールド・ラッシュ、ヨドの女王、ジーズ・フリーク、キタ・サン・エポナ、ハズネ・ヘイロー、オザリス、スマイル・スライブ、キッス・オブ・ファイア、ゲンパ・チノーブル、ジョー・ソーレ、アイス・ノート、クラ・キンカ、カミヤ・ガルーラ、ダーシング・クライ、バネロペ、ジオ・パーク・マグマ、アルフィーノ、モリデン・アロー、ロマンス・グレー、グレート・ジャーニー、コンテント・マッシモ、シャイニング・パール、シソ・チョー、ムーラン・グリース、ヒロイック・ロイ、ルクス・クロワール、グラス、アイアン・ロマン、石杖、キテヤ・ヨジ、エクローサ、インテンシティ、キシリトールチョコ、MO ポケット、バインドロック、今日はグロリア、ソリッドステート、ポッドバイン、ビルジキール、マイネルホイッスル、キャンベル、爽やかさわちゃん、アメトリン、マリオンヌ、エイシンポンメノコ、アカリリッキ、レーブエスポワール、マイネルパーペル、スプランディット、ウィステリアダディ、クリノカイザー、サクラトップクロス、クリノアンビシャス、マリオマッハ、ヒネツル一文字、ボニンブルー、テーオーステラ、瀬戸のダイヤモンド、ウィルアルター、ワイルドチリップ、モズよかったね、サクラレイキア、名称道団、山の娘、ミレクイーン、サンロックランド、テナチュール、アルムダウン、トーセンケイト、山竹コウちゃん、アマレロフレーバー、イクのホープアイ、シェブロンケリー、ロマンスティネル、エリークラウン、チェナホープ、ラッキークローバー、エルロイ、ルクバー、シーギリア、ムーブオン、ロッキンドア、アコー、キチロクレディス、エンライ、ミトのユニバース、名称セントレー、プロージット、シマナ、グリントスター、名称ルチル、コルタード、地球防衛軍、サウンドヒーロー、グルクラシコ、コスモテンペスタ、ダックワーズ、アングラー、イマジンレノン、マルカフェリス、エマニエル、テクノハッピー、ビッグライアン、今日はピラン、天候バヒ、ウィスキーウィスキー、ジューンステータス、ハンバーグハマー、名称カジキ、サンライズプライド、ディーン、モリノリオン、ベアウェイトゴー、コールミーメイビー、ホープアイランド、ナリタワユキ、ポンフ、ターンバッフェ、ジュタドール、ラインエミネント、男行き、マナコア、スターサンドビーチ、ハビギ、ブルーアスタリスク、バンガレット、月夜桜、エルフサイエン、キープザナゲット、大気バンディエラ、セユンガオリー、トーケンアサー、アヤメイロ、カネトシセレスト、コパノアダムス、ナムラゴロフキン、ドテライヤツ、ゴールドボード、グルーグリッター、チェンマイルージュ、マザーフェーバー、キタサンフーゲッツ、サプライズワンワン、サンバルス、アースメロディ、スーパーキング、ビートルジュース、ジャスミンカーラ、ジャズピアニスト、アナザービータ、ワールドバトル、ウォーターリリー、ゴープラチナム、ベルデテント、ヒラリ、
スパルタレオニダス、ケイアイマボラ、ダイヤモンドキララ、セザンステート、ソルベック、シェイクヒップ、シェリングフォード、カエセイビクトリア、ダイヤキララ、エイシンコーネリア、桜姫、エイルリシュリュー、アップリュージン、ヒエンディ、オースミプリンセス、エイシンフォーラン、フミタズビッグバン、名称アレス、名称ヨサレ、我ら星の子、エロイムエッサイム、グランテミス、ジーズデイズ、タガノフルチャンス、タガノアウル、ホーオーライジン、リーブル、スマイルサルファー、ディアタイザン、ブザービート、エイシンテムジン、ミランミラン、共栄ルーマー、ユレマー、ブルーチース、テーオーターナ、ダーシングティアラ、ルンルンマルタン、ギサール、モナークスラッガー、イントゥアドリーム、ノブハッピーホース、オーケンライト、ダイエビルベリー、グラダイリン、ポップコーン、カリグラフィー、日本ピロドーバー、ボブテイル、メイプルケンジ、ミスターキック、フィエレッツァ、フレールジョア、キングオブワールド、コンフォートデイズ、エスカティア、タイキクラージュ、芝のテンテン、シュロス、ドードー霧島、大メイコリーダ、名称ベニバナ、ドケンヤローズ、ユーノカティーフ、ワイルドダンク、レガエクスプレス、カバロプレトー、エフティゲイル、デラジオガール、ショーブーン、レーディーナ、ゼンダンキズナ、サクラトップビップ、ヒルノエルニド、ユアソング、ムーラーシャタン、コーラルトレジャー、ビーチボーイ、コスモモアナ、モンシャトール、ビーデレ、チップクロ、バグリーダッシュ、オーイツキ、マドンナリリー、マイネルシスネロス、アルサーフィ、ラタビック。門別第一レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。11番フークタオユエンが前に行きます。並ぶように3番ハワイアンから、12番キングオブワールドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番フークタオユエン。その後には3番ハワイアンカラと9番ファザートゥーさんが続きます。9番ファザートゥーさんが追い上げてくる、追い抜くか。9番ファザートゥーさんがゴールイン。続くは11番、3番、10番。門別第2レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは2番ミランミランが好スタートを切った。2番ミランミランの背後には11番のブハッピーホース、4番スターサンドビーチか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ミランミラン。その後には4番スターサンドビーチと11番のブハッピーホースが続きます。2番ミランミランそのまま逃げ切れるか、独走か。2番ミランミランが1着見事。続くは4番。門別第3レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは5番ノブ&マックスが好スタートを切った。並ぶように8番フィエレッツは4番リコーファルコンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ノブ&マックス。その後には6番ウィル・アルターと4番リコー・ファルコンが続きます。6番ウィル・アルターが先頭に立つか、先頭か。6番ウィル・アルターがゴールイン。続くは8番、1番、4番か。門別第4レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは10番コマ1号が先頭に立ちます。並ぶように5番エスカティア、8番カツのダイヤか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番エスカティア、その後には3番ダンシングティアラと7番スーパーフルールが続きます。10番コマ1号が追い上げてくる、先頭か。10番コマ1号がゴールイン。続くは7番、5番、6番か。門別第5レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは1番エルフサイレンが好スタートを切った。後を追うのは10番グレイスショコラ、3番ヤマニンディリオカ。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ヤマニン・リーリオ。その後には10番グレイス・ショコラと1番エルフ・サイレンが続きます。9番サトノ・ソラーレが先頭に立つか、追い抜くか。9番サトノ・ソラーレがゴールイン。続くは6番、5番、2番か。紋別第6レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは3番ユーノ・ワンワンが先頭に立ちます。並ぶように7番トモのシルバー、6番ネーベカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ユーノワンワン。その後には7番トモのシルバーと6番ネーベが続きます。7番トモのシルバーが追い上げてくる、追い抜くか。7番トモのシルバーが1着見事。続くは10番、8番、11番か。紋別第7レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。3番マドンナリリーが早速先頭を取る。その後ろには1番マイゼンバンド、7番サンノーブルカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番マイゼンバンド、その後には3番マドンナリリーと2番マッターホルンが続きます。1番マイゼンバンドそのまま逃げ切れるか、独走か。1番マイゼンバンドが1着見事。続くは2番、3番、4番か。紋別第8レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。6番ルージュレクランが前に行きます。6番ルージュレクランの背後には3番ミレクイーン、8番コリューカゲミツカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ルージュレクラン。その後には3番ミレクイーンと8番コリューカゲミツが続きます。6番ルージュレクランそのまま独走か、独走か。6番ルージュレクランが1着見事。続くは2番、8番、3番か。紋別第9レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは1番マイネルシスネロスが好スタートを切った。その後ろには2番カプセル、4番フライオールデイズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番マイネルシスネロス。その後には2番カプセルと4番フライオールデイズが続きます。3番アベッピーノが後ろから追ってくる、先頭か。3番アベッピーノが1着見事。続くは2番、1番、8番か。紋別第10レース、各馬。ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは7番アヤメイロが先頭に立ちます。7番アヤメイロの背後には4番ハニーディライト、8番カネトシセレストか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番アヤメイロ、その後には9番コパのアダムスと8番カネトシセレストが続きます。1番セイユンガオリーが追い上げてくる、先頭か。1番セイユンガオリーがゴールイン。続くは9番、7番。紋別第11レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは7番ドリームビリーバーが好スタートを切った。その後ろには8番ダイネイコリーダ、1番スマートアルタイルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ドリームビリーバー、その後には8番ダイネイコリーダと6番デアフルーグが続きます。6番デアフルーグが先頭に立つか、追い抜くか。6番デアフルーグがゴールイン。続くは2番、4番、5番か。紋別第12レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは8番ベルピット。後を追うのは1番 K.I. パープル、3番シルトプレカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ベルピット。その後には3番シルトプレと4番スワープアラミスが続きます。8番ベルピットそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。8番ベルピットが1着見事。続くは3番、4番、1番か。裏は第1レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは8番ラブ&ゲームが好スタートを切った。並ぶように4番メモリアルクイーン、11番ブライトソウルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番メモリアルクイーン。その後には8番ラブ&ゲームと11番ブライトソウルが続きます。4番メモリアルクイーンそのまま独走か、逃げ切れるか。4番メモリアルクイーンがゴールイン。続くは8番、9。裏は第2レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。11番マザーフェーバーが前に行きます。11番マザーフェーバーの背後には9番名称ベニバナ、10番クイーンズハッピーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番名称ベニバナ。その後には11番マザーフェーバーと10番クイーンズハッピーが続きます。11番マザーフェーバーが後ろから追ってくる、先頭か。11番マザーフェーバーが1着見事。続く。
浦和第3レース各馬ゲートイン完了。さあスタートしました。一番北三風月が前に行きます。一番北三風月の背後には8番ファイアーストーム、5番高市ダンクアクカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番サプライズワンワン、その後には5番高市ダンクアクと8番ファイアーストームが続きます。2番サプライズワンワンそのまま独走か、独走か。2番サプライズワンワンがゴールイン。続くは1番。浦和第4レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。6番アスメロディが前に行きます。その後ろには5番ティーズフリーク、9番スーパーキングか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番アスメロディ、その後には9番スーパーキングと5番ティーズフリークが続きます。9番スーパーキングが追い上げてくる、先頭か。9番スーパーキングが1着見事。続くは5番、8番、6番か。浦和第5レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは8番オザリス。2番手は4番北三エトナ、7番ビートルジュースか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番北三エトナ、その後には8番オザリスと7番ビートルジュースが続きます。4番北三エトナそのまま独走か、独走か。4番北三エトナが1着見事。続くは5番、7番、8番か。浦和第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。9番ジャズピアニストが前に行きます。9番ジャズピアニストの背後には1番スマイルスライブ、2番ルチェビアンカか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番スマイルスライブ、その後には9番ジャズピアニストと4番アマレロフレーバーが続きます。1番スマイルスライブそのまま逃げ切れるか、独走か。1番スマイルスライブが1着見事。続くは4番、7番。浦和第7レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは3番ルッキズムが先頭に立ちます。並ぶように5番レジェス、8番アイスノートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番レジェス。その後には3番ルッキズムと8番アイスノートが続きます。5番レジェスそのまま逃げ切れるか、独走か。5番レジェスがゴールイン。続くは1番、8番、3番か。浦和第8レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは7番アムレートが好スタートを切った。7番アムレートの背後には3番雪祭り、8番江戸のストリートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番雪祭り、その後には7番アムレートと6番神谷ガルーラが続きます。3番雪祭りそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。3番雪祭りがゴールイン。続くは6番、7番、1番。浦和第9レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。1番エイシンエメラルドが前に行きます。その後ろには9番エリークラウン、2番京エイカリーナか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番エイシンエメラルド、その後には5番ダイメイタマナと9番エリークラウンが続きます。11番ブレイブジャンヌが先頭に立つか、追い抜くか。11番ブレイブジャンヌが1着見事。続くは9番、5番、8番か。浦和第10レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。8番アルフィーノが前に行きます。2番手は9番リーン、3番ラッキークローバーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番アルフィーノ、その後には9番リーンと3番ラッキークローバーが続きます。4番バネロペが追い上げてくる、追い抜くか。4番バネロペがゴールイン。続くは8番、9番、2番か。浦和第11レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。4番シーサーペントが前に行きます。後を追うのは6番スパルタレオニダス、2番モリデンアローカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番シーサーペント、その後には6番スパルタレオニダスと10番グレートジャーニーが続きます。1番ナイトオブバンドが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番ナイトオブバンドが1着見事。続くは4番、10番、7番か。浦和第12レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは10番シーギリアが先頭に立ちます。10番シーギリアの背後には1番コンテントマーシモ、11番ジャズフレーバーか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ジャズフレーバー。その後には4番カバロプレトと6番モナークスラッガーが続きます。6番モナークスラッガーが先頭に立つか、先頭か。6番モナークスラッガーが1着見事。続くは4秒。笠松第1レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは5番日本ピロドーバーが好スタートを切った。並ぶように6番ムーラングリース、8番雪の降る街か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番日本ピロドーバー。その後には7番森のりおんと4番勝負運が続きます。5番日本ピロドーバーそのまま独走か、逃げ切れるか。5番日本ピロドーバーが1着見事。続くは4番、6番、7番か。笠松第2レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。2番ベアウェイトゴーが前に行きます。その後ろには6番ヒロイクロイ、4番ムーブオンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ベアウェイトゴー。その後には6番ヒロイクロイと4番ムーブオンが続きます。1番ダイヤモンドキララが追い上げてくる、追い抜くか。1番ダイヤモンドキララが1着見事。続くは6番、2番、9番か。笠松第3レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは1番レディーナが好スタートを切った。あとを追うのは7番グラス、4番シェイクヒップか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番グラス。その後には1番レディーナと8番シェリングフォードが続きます。7番グラスそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番グラスがゴールイン。続くは5番、6番、1番か。笠松第4レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは6番前段絆が先頭に立ちます。2番手は5番マイアンロマン、2番大勢ビクトリアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番前段絆、その後には5番マイアンロマンと2番大勢ビクトリアが続きます。6番前段絆そのまま独走か、逃げ切れるか。6番前段絆が1着見事。続くは2番、5番、7番か。笠松第5レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは1番アコーが先頭に立ちます。その後ろには9番桜姫、7番コンバットトーラスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番アコー、その後には9番桜姫と7番コンバットトーラスが続きます。2番ミノコクシュタルクが後ろから追ってくる、先頭か。2番ミノコクシュタルクがゴールイン。続くは1番、6番、8番か。笠松第6レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。先頭を走るは4番ゴールデンメリル。4番ゴールデンメリルの背後には3番エイルリシュリュー、1番桜トップビップか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番エイルリシュリュー、その後には4番ゴールデンメリルと5番バークエムが続きます。3番エイルリシュリューそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。3番エイルリシュリューが1着見事。続くは5番、2番。笠松第7レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは3番パープルツバメが先頭に立ちます。その後ろには2番ワレピアード、1番キチロクレディスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番エクローサ。その後には3番パープルツバメと2番ワレピアードが続きます。4番エクローサそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。4番エクローサがゴールイン。続くは1番、6番、2番か。笠松第8レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは8番ユルマーが好スタートを切った。2番手は1番デルレイビーチ、5番花歌まじりか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ユルマー。その後には1番デルレイビーチと5番花歌まじりが続きます。1番デルレイビーチが追い上げてくる、追い抜くか。1番デルレイビーチがゴールイン。続くは8番、5番、2番か。笠松第9レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは4番オニユリ。2番手は7番プリュムドランジュ、9番ユアソングか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番オニユリ。その後には7番プリュムドランジュと1番アグリモニーが続きます。9番ユアソングが先頭に立つか。先頭か。9番ユアソングがゴールイン。続くは4番、1番、3番か。笠松第10レース、各馬、揃って。
スタートを切りました。7番ミトノウォリアーが早速先頭を取る。並ぶように5番スティールアクター、3番ウィルソンウェイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番スティールアクター、その後には7番ミトノウォリアーと4番ワラシベ長者が続きます。7番ミトノウォリアーそのまま逃げ切れるか。7番ミトノウォリアーがゴールイン。続くは5番、6番、4番か。笠松第11レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは3番ソリッドステートが好スタートを切った。後を追うのは2番今日はグロリア、4番名称セントレカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ソリッドステート、その後には9番レンダリングと4番名称セントレが続きます。9番レンダリングが後ろから追ってくる、追い抜くか。9番レンダリングがゴールイン。続くは10番、6番、8番で。園田第1レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。9番ムーランシャタンが早速先頭を取る。並ぶように5番シマナ、10番オースミプリンセスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番オースミプリンセス。その後には5番シマナと6番ワンダーチアが続きます。4番フューチャーアイが先頭に立つか、追い抜くか。4番フューチャーアイがゴールイン。続くは3番、7番、1番か。園田第2レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。先頭を走るは7番メイショールチル。並ぶように10番爽やかさわちゃん、3番グリントスターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番メイショールチル。その後には10番爽やかさわちゃんと3番グリントスターが続きます。8番コルタードが後ろから追ってくる。先頭か。8番コルタードがゴールイン。続くは10番、4番、6番か。園田第3レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。4番コーラルトレジャーが前に行きます。後を追うのは9番モンシャトール、6番メイプルエルガーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番モンシャトール、その後には6番メイプルエルガーと4番コーラルトレジャーが続きます。8番名称よされが追い上げてくる、追い抜くか。8番名称よされが1着見事。続くは5番、2番、6番か。園田第4レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは12番エクレステソールが好スタートを切った。並ぶように6番マリオン、11番オーエキントキか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番マリオン、その後には11番オーエキントキと12番エクレステソールが続きます。10番リーデレが後ろから追ってくる、追い抜くか。10番リーデレがゴールイン。続くは7番、8番、6番か。園田第5レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。先頭を走るは3番ビーチボーイ。2番手は2番ダックワーズ、8番エロイムエッサイムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ビーチボーイ。その後には8番エロイムエッサイムと6番アングラーが続きます。8番エロイムエッサイムが先頭に立つか、追い抜くか。8番エロイムエッサイムが1着見事。続くは3番、4番、7番か。園田第6レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは5番エイシンポンメノコが好スタートを切った。並ぶように7番ケイツーレオン、1番薬人妙王ウカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番エイシンポンメノコ、その後には1番薬人妙王ウと2番イマジンレノンが続きます。2番イマジンレノンが後ろから追ってくる、先頭か。2番イマジンレノンが1着見事。続くは3番、9番、4行。園田第7レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。1番メイプルケンジが早速先頭を取る。2番手は2番リルナ、9番上昇タイプか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番メイプルケンジ。その後には2番リルナと9番上昇タイプが続きます。1番メイプルケンジそのまま独走か。1番メイプルケンジがゴールイン。続くは9番、6番、4番か。園田第8レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは9番ラクスガウディが好スタートを切った。2番手は8番コスモモアナ、6番タガノアウルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番コスモモアナ、その後には9番ラクスガウディと5番ビップライアンが続きます。8番コスモモアナそのまま独走か。
8番コスモモアナがゴールイン。続くは7番、6番、3番か。園田第9レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは3番タンバッフェが好スタートを切った。あとを追うのは10番リスキーウエスキー、12番名称エースか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番タンバッフェ、その後には10番リスキーウエスキーと8番ランドオブサンドが続きます。3番タンバッフェそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。3番タンバッフェが1着見事。続くは7番、8番、11番か。園田第10レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは1番クリノカイザーが好スタートを切った。並ぶように3番桜トップクロス、5番ジュタドールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番クリノカイザー、その後には5番ジュタドールと4番モズダッシュスターが続きます。4番モズダッシュスターが追い上げてくる、追い抜くか。4番モズダッシュスターがゴールイン。続くは1番、5番、2番か。園田第11レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。9番ディアタイザンが前に行きます。2番手は8番タガノウィリアム、2番ヒメツル一文字か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ディアタイザン、その後には2番ヒメツル一文字と8番タガノウィリアムが続きます。5番ナムラタタが追い上げてくる、追い抜くか。5番ナムラタタがゴールイン。続くは2番、6番、7番か。園田第12レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。9番サンライズプライドが前に行きます。2番手は1番ハンバーグハマー、11番瀬戸のダイヤモンドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番サンライズプライド、その後には12番エイシンテムジンと4番名将義士王が続きます。12番エイシンテムジンが追い上げてくる、先頭か。12番エイシンテムジンがゴールイン。続くは8番、6番、